あーどうもー、さあ今週も始まりました、うんちと光の日の丸放送 STC です。はい、どうも。一瞬ね、絶好のパチスロ日和だったんですが、若干雲、ね、あ、ほら言った瞬間でございますけど、来ましたね、来ました、来ました、究極の究極の、はい、パチンコ日和、パチスロ日和、今回私がチャレンジャー、はい、先生が SDC ですけれども、ま、まあ、ここメインどころとしてはモンハンがついにやってきた。モンハン、そうですね、ついに導入されまして、何日前でしょう、1週間ぐらい前でしょうかになりますか、ね、ちょうど、はい、島津見たところモンスターハンターが21台、はい、ドンと導入されましてね、あとはまあメインどころですかね、いわゆる北斗番長、ゴッド、エヴァ、あとなんか行きの車の中でゴニョゴニョナベさんと喋ってた、うん、あ、そう、いろいろね分かっちゃったんですけど、僕には言わなかったんですけど、僕が大体分かった分かった、ええ、じゃあ、あんまギャラリーがいるんで、いいよ、いいと思います。あなたのお考えなのでいやいやいや、敵だからね、敵が、お前らみんな敵なんだよ敵なんだよ、敵に作戦はバラさないそう、バラしたから、じゃあちょっとボソって言いますか、4月4日言うと思ったんですよ俺もそれなんだろうなと4月4日なんすよ今日、もう言っちゃいますけれどもね、くしくもね、うん、で、どう読むかなんすよ、はい、44を4月の4日をどう読むか、末尾4あります、はい、末尾44ございます番長、はい、あと404っていう台もありますね、このあたり、まあ固くいくなら 404、あと末尾、例えば544とかね、あ、そういった台がございます。ここをどう読むかっていうね、皆さん、あくまで沖さんの考えですからね、考えですよ、考えですよ、考えですよ、ただ、なべさんはどう44でしょ、ゾロだって、あー、そっち、あ、そう見るんですか、例えば533とかそういう感じですか、あー、566ありますね、いや、僕はそうは思わないですね、まあ、あの、わかんないんで、いつもね、カオスですよくわかんねえな、あの野郎さあ、私、チャレンジャー、STC さあ、私、チャレンジャー、こちら、はい、若干黒いですけれどもね、STC、頑張りたいと思います。実戦の前に、STC のコメントをお願いします。さあ、というわけで、本日4月の4日ということですね、先ほど鍋さんと、鍋さんがゾロ目4月の4日で、沖さんが、4にまつわる何かじゃないかとおっしゃっておりましたが、当たらずしも遠からずというのかな、4月の、お、誰かいるか、あ、大丈夫、4月の4日、4月の4日、対象なんですね。ということで今回はですね、今一応4と4関係あるっちゃ関係あるんだけども、なんとですね、右の、例えばですね、こういう風に島があるとして、右の手前から2台目6台目ってなってたら、ひっくり返って反対から見たらまた右の2台目6台目という風にですね、島が対象になってるんですね。で、ただ、この辰巳店さんの場合はこういう風に全部島がなってるわけじゃなくて、壁側にもありますんで、壁に関してはさすがに壁と壁でこうやるとあまりに分かりづらいということで、壁側の島とかその浮いちゃってるところに関しては、こういうラインで普通に対象になってる。だから例えば、3台目みたいな、大丈夫だこういうことやったらバレるからさ、ね、そういう風になってるんでございますね。だからこれに気づける人は多分いないと思うんですけども、一応44っていうのがこうヒントになってますということで、完全にその天体ショーっていうのかな、うん、線じゃないね、天体ショーですね、180度入れ替わって、必ず右側の何番目何番目に入ってたら、反対側から見るとまた右側の何番目何番目に入ってるというふうになっております。特に、モンハンにこう厚めにとかね、そういうふうにはやはりしていないという、別にモンハンに入ってないってわけじゃないんですけども、その辺気づいていただけると、わりかし今日はつかみやすいとは思うんですが、まあ気づけないだろうなと思います。
頑張ってください。あれ？ちょ待って。ちょこれ仮キープね。仮キープ。ちょ。ひょっとしてまだ空いてたり。すんじゃないの？いや空いてない。空いてるわけがない。ね。モンスターハンターは空いてないんですけど。エヴァだよね。ちょっと待ってね。なんか突っ立ってんだよな。手袋持った親父が突っ立ってんだよな。何なのかよく分かんないけどもらいましたけど。まあまあいいや。とりあえず朝これにしましょう。532です。532番台、はい、532です。まあ、くしくも22ですね。ああ、そうそれもあった、うん、それもあった。はい、あったよ。あるわけがない。うわ、ちょっとあそこどうだったか気になる。早く見たい。外れあそこの、島はですね、逆カノでしたね。逆カノ。そして、すなわちあの人の真後ろの角も入っております。はい、どうも、開店からまだ25分ぐらいしか経ってないですけれども、早くも3台目3機種目でございます。モンハン来ましたんでとりあえず打ちますが、朝一329ハマってる状態ですね。ただね、この台全部が重いんで300とかだと全然平気だと思うんですよね。まだあると思います。よく空いてました、はい、よく空いてました。あ、1台空いたんすよ。すぐただハマってるけど、ちなみにこれ3台目なんだよ。え、北斗、スケバン、モンスターハンター。なんでスケバンを、もうそれしか空いてなかったの。なんとなくまだ空いてたんで。なるほど。右の奥から3台目どうだったかな。結構ギリ3台目だよ。結構ギリ、なんかダイナミックとマキシマムの間に挟まれてるみたいな、ギリギリ穴の、外れです。早くも4台目早くも4台目しかしモンスターハンター、まあこうやって台数多いからでしょうけど、ちょこちょこ開くんで、そのうちいい台も開くんじゃないですか。これがいい台の可能性もありますけどね。なんかすごいモンスターなんとか、これ確定です。おそらく確定です。やった。おいなんか来たこれチェリーですか、集団チェリーですかね。あ、なんとか柄、よし、確定でございます。
ざます。追加から狩猟ボーナスゲット、開始から1時間弱でやっとまともなコメント、おはやもおはやもおはやも。これはね、なんかあるんですよ、いろいろ。あ、密林行きましたね。これがステージが上に行けば行くほどいいんですよ、多分。密林、雪山、火山、なんとか。おい、来たよ。おい、大丈夫、まだ大丈夫です、これは。よし、はい、もう一丁、ここよいしょよいしょ、どうどうなん、まだここ、うわ、目が燃えてる、目が燃えてるよ、この人。あー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 、ダメダメ、あー終わり終わり、あー終わった、終わったの、これ本当に。あんだけいろいろ引いて、おい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 、これプレミアムでしょうよ、どう考えても、どう考えてもプレミアムでしょう、当たりだよね。これ外れたらマジ歩通橋電話だよね。はい、リプレー、はい、セーフ。はい、ドン、終わり。ただ合算が127分の1になってるんで、ボーナスの悪、あっと、雪山スタートでございます。僕がさっき捨てた台、ノーボーナス800ゲームで捨てられております。どうしたんですか。いや、開いたんですよ、レグ2回の台が。したらすぐ狩猟ボーナスパパーンと来て、でも何も来ないから。狩猟ボーナスなら赤なら、赤なら、しかも両方ともスイカから。へえ、悪くないんじゃない、それがいいかどうか知らない。いや、俺も分かんない、うん、俺も分かんないけど、悪、あっちよりは悪くない。800ゲームのボーナスだから。ボーナス確かに結構重いですか。重いよね、重いよね。でも合算まだ今160だもん。4代目ですか、まだ。4代目です、4代目です。まさか間に助番人の代、それはないです。失敗したかもしれないです今日ね、その分かりづらすぎるという意味で、なんとか気づいてもらえるといいかな。24の法則、いや、まだそうでもないよね、まだ何も分かんないですけど。一応右隣は末尾3なんで、タツミのミーだよね。あ、今すごいこと気づいた。この台484じゃないですか。4月4日だから
これなくはないよね、なくはないよね。極真そこまで考えてっかな。もう信じないよこのチェリーは。ヒーロー、はい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 、初めて。あれどうなん、うお、ある意味セーフちゃセーフだけど、うわー、971でございます、971でございます。まあ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 、よかったっちゃよかったかな。これレグだったらぶっ殺す。よし、ビッグが確定しました。おい、おい、また赤7でございます。もうおはえもんとかそういう次元じゃないんですよ、ね、おはえもんとかそういうことじゃないんで淡々と消化しますけど、ここ白ですよね、はい。あー助かった。97時、本日初の普通のビッグボーナスでございます。何も起こらず終了。わらわらなってんですけどね、これなってんですけどね。ミッション、ああ、これはネックス。来ました、クエスト来ましたよ。よいしょ、セーフ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 、ウォッチャー、セーフ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 、よし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 、ここです、ここです。うわダメだ、ダメだよね。あ、これはこれはひょっとして復活、え違うの、え何これ、ダブルクエストだよ。え、どういうこと、どういうことこれ、全く分かんないんだけど。セーフ、チェリー、ここで強チェリー来ましたけど、ここで強チェリー来ましたけど、よいしょ、よし、これはどっち、ただいま41でございますね。よいしょ、ガッ500ドーン、
あ、Gゲットでございます。Gゲットでございます。やった。やりました。あー面白い。モンスターハンター面白いですよ。ぜひ皆さんもお試しあれ。おい来た。ほらほらほらねほらね。G2 個。ボーナス来いボーナス。解放来ました。弱いか弱い。お願い、なんかわかんないけどもうこっち舞台外。あチェリー、どういうこと。あボーナスでございます。ボーナスでございます。あー赤7を否定している。赤7を否定している。まあこれはやっちゃいましょう。ドガーン、はい確定。レグ以外でお願いします。レグ以外でお願いします。何、ああよし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 。やりましたやりました。このクソ忙しい最中に大木さんがついに ART に突入したということでね、ディレクターの鍋 D からですね行けという指示が出まして、仕方なく忙しいんですけども見に行きたいと思います。忙しいんで。いや僕も忙しいですよ。あんま呼ばないでもらって。いや俺呼んでないですよ。呼んでない。 何が起こっちゃうと。いやもう鍋さん的にはね、はい、やっぱりほらちょっと行けと。ああなるほどなるほど。あもうそういうのじゃないんで我々大忙し。分かってるよ、うるさいな。こっちももう祭りだワッショイチンカッカですよ。ああそうですか。完全に来てます。クエスト G2 個、まあ、ラストゼロゲームになってますけど。いやもうクエスト G が2個溜まってんのよ。ああ 見とけ見とけこの勇士。おい来た、はい来た。ああ乗せな。はいはい乗ります。ドドドドドはいはいはい乗し、ここでだよ、こっからですよ。え確かこれって 100% 勝つやつじゃなかった。 100% 勝つ。緊急クエストって何これ。おー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 うわー。あーあーあれでも黄色。あーおお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 おまあ、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。もう一個あるんですね。もう一個残ってるんで、はい、うわあまだまだ見たい。ここまでここまで行こう。っていうか押し4つじゃないですか。押し4つじゃないですか。3桁あるんじゃないですか。あるよあるよあるよ。弱いけど勝手に。はいはい入った押し3桁あるよあるよ。ここだよね。ここです。出番ここですね。ここの赤い。ここでレア役を引く。うわダメだ、あーダメだ。30一番弱いやつ、一番弱い。スイカー
これ中段で隣の人揃って、フリーズ引きましたけど、よいしょー、これフリーズじゃないの、ほら来た、何かが来た、何かが来ました、よし、さっき100だっけな、なんか乗ったんすよね、Cでございます。フリーズだよね、これね、フリーズだよね、これは何かが起こります。ほら、ペガサス、キリンでございます。多分100以上は確定なんじゃないですかね。ここでレア役引いちゃう、あ、なんか来た、ベルカ、チャンス目はこず、おい大丈夫、ドシーン、ここでレア役、金色でございます。300以上いくだろう、うわーレア役こず、お願いします、よいしょよいしょ、やりました、やりました、やりました、いやーちょっとみんなに見せながら、箱を使わせていただきます、すいません、いいよねこれぐらい、これぐらいいいよね、まあ、依然として我々大忙しなんですが、つい先ほど沖崎先生が、ついにフリーズから500ゲームぶちのせたという話を聞きまして、まあちょうど我々も気のいいタイミングだったんでね、まあ、たまたま見に行こうかなと。シャメはいいの、シャメは、シャメ、あ、いいのね、じゃあ分かりました、もうちょっと手を下げて、ありがとうございました、ありがとうございました、じゃあもう今日山場終わったんで、これ放送に使ってもいい、あ、そういうの嫌なんで、プライベートなんでこれは、はい、もう向こうちょっと邪魔なんで勝手に取らないでもらいます、今後は、はい、勝手に取ったらピースしてるんで、あ、そうか、おじさん、いいの取れた、いいね、500っていいね、びっくり、ナベディがちゃっかり角のダイナミックに座ってました、どうしたんこれマジで、もう何も乗る気がしません、はっきり言って全く何も乗る気がしない、終わった、あのはしゃぎようは何だったんでしょうか、記念撮影までしたのに、もう あれいた、いるじゃん、あれ勝たないのかな、
んか顔が赤くなってるあの人、怖いよもう。いや3個目なんです、3個目じゃないです、4個目なんですよ、この後なんですよ。ほらー、あーダメだい、もう終わった、討伐ごと。復活、あれ、いやいや、復活してる、おい、あらー、終わったよ、終わったけどまだ続いてるよ。あ、これで何回もあるってこと？左、ほら、まだある、まだある、全然あるじゃん。まさか3個目じゃ大丈夫だよね。もうダメだ、もう何なんだよこれ。復活した、見てなさい、これでも星2つだから30なんだよね多分ね。あざまーす、復活ありがとうございます、助かりました。あー来た、キンドラ3つ、1つ、おっと避けた、おっと緊急クエスト来た、よいしょ、お願いします、よいしょ、行っただろう、行っただろう、これお願いします、300以上お願いします、あいしょ、100じゃ、おいしょ、よいしょ、あのね、面白いよ、もうやばいぐらい面白いです、これでもう天井も狙えます、て、あ、びっくりした、天井も狙えます、あれこれリーチ目ですね、違います、リプレイじゃないよねこれね、あ、リプレイじゃん、スイカ、だってあんな滑ってリプレイはないよね、絶対勝ちますよねこれね、大丈夫、え、どういうこと、え、あ、転落リプレイみたいな感じですか、いわゆる、はい、終わりだよね、何もないよね、はい、いい汗かかせていただきました、お互いね、ありがとうございました、え、ということは、ということは最終収支総投資、はい、41本なり、あ、そ
こまでいった、はい、回収なんと2200枚、ジャスティね、プラってプラってプラス150枚でございましたね。すごいですね。いやー、モンスターハンターすごい、びっくりしました、あの一撃の破壊力、ね、いや、やっぱ500って気持ちいい。500ってね、僕初めて乗っけたんですけど、やっぱすごいですわ。あれですね、うん、モンスターハンターは、うん、全く関係ないってことですね、引きだけだって。もう引きですね。なんで、うん、結果、まあ今から答え合わせあると思うんですけど、はいはい、なんだっていいですもん。え、もうプラってんだから150枚、だからもうその時点でいいです。法則とかも別にもう角に一点張りでいいですあ、もう番組の企画とかも関係なく、僕がモンスターハンターで出した、はい、そのね足跡、はい、ではでは参ります、はい、本日は4月4日はい、そうです、なんですね、収録日、はい、ただそこからがちょっと、うん、ややこしい、凝りすぎた凝りすぎた、4月4日が4日、うん、こうなっちゃったみたいなのも、なんか4月4日は、はい、まあこういう、ああ、はい、こうですね、合わさります、こうやると対象じゃないですか、はい、対象です、はい、だけども、うん、線対称にしてしまうと、うん、ね、うん、まあ、真後ろの台、真後ろの台、うん、真後ろの台になるのが、こうなるよね、ちょっと面白くないなと思っちゃって、はいはいはい、天体ショーにしてやったんです。天体ショーとはこれいかに、まあ、こういうふうに車が並んでおります、並んでます、はい、並んでます、ここに立って、はい、右から、はい、例えば3番目3番目だとすると、はい、こっちに立ってやっぱり右から3番目、斜めの鏡でしょ、7個ペタンってやったらチャラになる。そうなんですか、ね、チャラっていうか、いや、それを、うん、え、4はどういう意味、いや、だから4月の4日でこう揃ったから、うん、っていうのを、うん、後でくっつけたんですちょっと待って、今ふって笑ったけど、これ、ね、全く意味が分かんない。実はそのフォーメーションを組んだ時には、うん、この日が4月4日だなんて思ってもいなかった、うん、え、じゃあ偶然なの、ただの偶然で、4っていうのは何なの、角4、何にもない、え、4は関係ない、あ、あ、やっと分かった。で、さらに、うん、そうやってポコ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 はめてったら、うん、余りが出るんで、余りが出る、はい、しょうがねえもんだから、うん、余りも適当にこうポコポコ入れてやったら、うん、めっちゃくちゃになっちゃったえ、だからみんなバラバラだったんだね。そう、だから角で、角だと思いますって言ってる人も、うん、島によっては正解だし、うん、正解だし、うん、しかも、なるほどなるほどなるほど、まあ、偶然というか、うん、くしくも4つ角全部入っちゃったとこもあったり、とこもあるんだ、北斗4つ角全部入っちゃったとこ、ちょっとじゃあ答え合わせ、はい、ちょっと気になるのはですね、あ、じゃあ先にあの、はい、モンハン、モンハン行きますか、はい、はい、あの正解ですね。え、484だよ、だ大バブ、ああ、いやいやいや、あなた予想は、あ、予想、予想はもう一番下か、だからもう正解ですね、あ、一番下正解、はい、はい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 、一番下正解でね、なべさんが偶数だ、あ、偶数、自分の代は偶数だ、あー、可動代、100% 言ってるんです、あれダイナミックです、はあ、そうっすか、あ、あのね、念のため、なんか初心者の視聴者の方から、お前ら何言ってんのか分かんないから、たまには説明しろって言われたんで言います、フォーシーズン椿山荘、ダイナミック大熊、マキシロペス、え、マキシロペス、もうマキシロペスにしました、マキシプリーストじゃないの、もうそのプリーストが分かんないんで、なんすか、マキシプリーストって、ちょっと待って、マキシロペスとマキシプリーストどっち知ってます、ロペスですよね、 AC ミランに入ってきたんでなんすかプリーストって、え、レゲエ、分かんない、ボブマーリーしか知らないもん、知ってる知ってる知ってる、マキシロペス知ってる人、知ってる、知らない、知ってる知ってる、ほら3対3、待って待って待って、俺知らない、俺知ってる、だってロペスは知ってて、プリーストは知らないもん、ほら同点同点同点、完全同点、はい、
これはあれでしょ、ノーサイドノーサイドノーサイド。だからマキシはもうマキシでいいっすわ、俺はロペスにするからね。まあ、というわけで、まあ、私チャレンジャー、あんた STC 見事な見事逆転勝利でございますよ。これ結構珍しいと思う。珍しいです、大外れでドッカンドッカンいってね、ってね、この番組ではあんまないですよね。そう、40をね取り戻すっていうのは本当にないこと、パチスロの醍醐味ですよ、うん、本当に醍醐味。まあただこれだったっていうのがね、逆に夢あるよねみんなね。そうそうそう、モンスターハンター、モンハン好きな方、これでも十分ああいう風になりますんでね、乗っけてください。はい、まあ、僕は、まあ、適度に楽しむ。何ですか、何だよ、何なんだよマジで。おう、それそういうことよ。はい、皆さん次週はですね、チャレンジャー、はい、この人、チャレンジャー STC 頑張りたいと思います、この人が。はい、ではまたお会いしましょう。さようなら。プラス500ドーン。